え車だな。人間か。まだ生き残りがいたとはな。生きてて悪かったな。それより男を見なかったか。待ち合わせしてんだ。杖をついたやつ食ってねえよな。食うものか。人間の血は何よりも大切な煮えだ。この俺が魔界の王となるためのな。おう、お前が？どうかな。確かにでかいけど特技もねえし頭は空っぽだろう。柄じゃないぜ。やめとけよ。人間め、俺を知らんと見える。覚えておけ。俺が大悪魔のドリアテ様だ。Thank you.
我は嘆き悲しみ自らの星を呪う我が愛しき人を核も高め我を引くめし星を決まったのかと思ってたぜ。腹の口でな。遅くなってすまない。少し読書にふけっていてな。あっそ、すげえ面白そう。それよりダンテはあの中か。ユリゼンに敗れたとすれば今頃とっくに奴の体は クリフォトの養分だな。何だって。クリフォト、魔界に入るあの大使の名だ。人の血を吸い成長する。血を吸われた人間は見ての通りあの有様だ。とにかく行ってみるか。ダンテが生きてるってんなら助けりゃいい。待て、その前に まずクリフォトの根を駆除するべきだ。ブイ、お前何者だ。 遅刻だが文句はなしだ。道が狭くてな。おい、お前がブイか。それ取ってくれ。それそれ、足元の。 二手に分かれて進むとするか。手分けすりゃ早い。そうしよう。見ろよ天才だろ。待て待て待て、金が先だ。材料はこっち持ちで遊ばせてやってんのに金まで取んのか。一流の仕事には対価を払うもんだ。常識だろ。ならすぐにぶっ壊れない頑丈なのを作れよ。お前が攻撃を食らわなきゃいいだけだろうが。もういいよ。 これ以上の機能美はないよな。芸術だ。<笑>おいおい、姉ちゃんは芸術家気取りときたんか。ああそうさ、文句あるのか。チキン野郎。私の祖母は45口径の芸術家と呼ばれていた伝説の職人だ。孫の私も当然芸術を生み出す職人さ。私が作れば芸術だ。銃だろうと 鍋だろうとな。それでお前を見てやろうか。<笑>
他に質問は？は？チキン野郎。俺は先に行く。どこかで道が重なるか、クリフォトの下で落ち合おう。ああ、お前はどうする？頭がぐるぐる考え中。また教える。おい、何か欲しいなら口で言えよ。私はエスパーじゃない。まだな。新作見たいか？見たいよな。苦労した甲斐があったってもんだ。他にご注文は？大事に使えよ、おい。
サボんじゃねえぞ。空気読めよ。目障りな植物だ。近い方から片付けるか。クリフォト？要はぶった切りゃいいんだろう。
根っこの大元があるはずだ。Come on!
Bingo! がなきゃ何一つ守れねえ。分かってるぞ。 腹ペコだ。ピザを頼むぜ。
しゃべりは嫌いか？そいつは気が合うな。Hey!
ダンテの仲間のレディーか。知り合いか。昔の客だ。あ、なんだ。お前が浮気するとは。キリエにチクれないとな。冗談だよ。どうした、笑うとこだ。はあはあ、おいたはやめとけよ。ちょっとだけよ、なんてな。キリエに殺されるぜ。